ミュージカル、刀剣乱舞、などで話題の 2.5 次元俳優、崎山翼さんとはどんな人なのか。彼女は、八幡とは、出身校、高校大学、いや本名、身長、経歴などウィキプロフィールについて調べてみました。崎山翼さんのプロフィール、名前、崎山翼、崎山翼、出身地、千葉県、生年月日、1989年11月3日。年齢、27歳、執筆時、身長、175センチメートル。血液型、B 型。現職、俳優、所属事務所、スペースクラフト。崎山翼さんの本名は、崎山翼さんの本名についてですが、ご本人のアメブロ記事に、宅配の人が来て、あ、崎山翼さんですか?と言われた、というエピソードがありました。崎山です、と訂正しようか、クール、と乗っかろうか、一瞬迷った挙句、はい、そうです。と認めてしまったのだとか。よく間違われてしまうそうなので、面倒くさかったのでしょうか、キャレットアンダーバーキャレット。また、アメブロでは、子供の頃のあだ名についても触れており、つっくん、さっきー、ざっきー。翼、そのまま、キャプテン、などと呼ばれていたことを明かしています。以上のことから、崎山翼さんの本名は、そのまま、崎山翼、であると思われます。崎山翼さんの高校は?崎山翼さんの高校についてですが、具体的な出身校については公表されていないようです。中学まで野球をやっていたようですが、高校で丸坊主になるのが嫌で辞めてしまい、代わりに始めたのがエキストラの仕事だったのだとか。幼い頃から人を楽しませたり笑わせたりするのが好きだった崎山翼さんは、エキストラの仕事の難しさや面白さ、やりがいを知るようになり、その時の経験が現在の仕事につながっているといいます。崎山翼さんの大学は?崎山翼さんの大学ですが、こちらも非公表のようです。ただ、大学時代は塾講師、社会科をなさっていたそうですので、ある程度以上の偏差値のある大学だと思われます。高校の時にやっていたエキストラの仕事は、大学進学後には辞めてしまいますが、代わりに読者モデルとして活動を始めています。大学時代には、行きつけの定食屋の親子丼が大好きで、そこによく通っており、そこのおばあちゃんと仲良くなっておしゃべりしたり、親子丼の作り方を教わったりしていたこともあったそうですよ。そんなわけで、今でも親子丼は大好きで、自分でもよく作っているみたいで、アメブロに美味しそうな親子丼の写真を披露していたりします。2.5 次元俳優として、アニメの世界から抜け出してきたような存在感で知られる崎山翼さんですが、なんとも人間的な、微笑ましいエピソードですよね。就職活動も経験しており、かなり本格的に打ち込んでいたようです。しかし、次第に違和感を感じるようになり、自分の本当にやりたいことは俳優なんだと、就職活動をぱったりとやめてしまったそうです。そして、いろんな事務所にあたり、現在の事務所に採用され、今の大活躍する崎山翼さんがあります。次ページ、崎山翼さんの彼女は、崎山翼さんの彼女は、崎山翼さんの現在の彼女についてですが、当然のようにというか、非公表です。いるかいないかは不明ですが、いたとしても絶対に公表されることはなさそうですね。崎山翼さんの恋愛についても、微笑ましいエピソード。があって、高校時代にエキストラの仕事を始めたのが、振られた彼女を見返すため、だったのだそうです。崎山翼さんご本人は、ダサいきっかけ、としていますが、それが現在の崎山翼さんにつながっていることを考えると、感慨深いものがありますよね。なお、大学生の時には彼女がいたみたいで、公表もしていたみたいですね。おしゃれ男子崎山翼さんのプロフィール2010年10月8日。2010年当時だけど普通に、彼女、いる、
って回答しててみたときびっくりした W 今はとても公表できないよね、キャレットキャレット。現在も崎山翼さんに彼女がいると考えている人は少なくないようですね。崎山翼に彼女がいるという事実にとてつもなく興奮する、崎山翼まで検索に入力すると、崎山翼彼女がサジェストされるし、その度余計なお世話じゃ。いるに決まってんだろ、とキレてるからこの世は生きづらいな。ただ、そうは言っても、学生の頃、2010年には堂々と公表されていたものの、現在も同じ人と続いているのかどうかはわかりませんよね。崎山翼さんの現在の彼女は八幡。現在の彼女については、こんなツイートがあります。さっき崎山翼でヤフー検索をかけたら、上位に、崎山翼彼女八幡、と出てきて。もうすべて予測の域を出ないけど、地元に長い付き合いの恋人がいらっしゃるとすれば、それはそれでとってもたぎりますよね、尊い。確かに、崎山翼さんを検索すると、彼女八幡と出てきますね。八幡というのは、千葉県八幡市のことでしょうね。千葉県は崎山翼さんの出身地になります。地元に長く付き合っている彼女がいらっしゃるということなのでしょうか？何とも言えないところではあります。結局、崎山翼さんの彼女について、現時点のことはわかりませんが、少なくとも。高校の時に彼女に振られ、見返すためにエキストラの仕事を始めた。大学生の時、2010年頃には彼女がいた。ことは確かな事実のようです。現在の彼女については、いろいろ憶測や噂のような話は出回っているようですが、あくまで憶測や噂に過ぎず、真相は不明です。以上、崎山翼さんについてでした。